エミリン、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 エミリンチャンネル、さあ、始まるよ。緊急、おはようございます。エミリンこと松美です。今、緊急で動画回してるんですけど、緊急で動画回してるんですけど、というやつ、ほとんどは緊急じゃないじゃないですか。緊急乗りというか、緊急詐欺というか、昨今そのような緊急を装った動画が多い中で、大変恐縮なんですけれども、今回は、マジで緊急です。本当にマジで緊急です。てか、マジで本当にもう結構元気出ない今。もう元気、元気どこって感じ。元気という概念がもう今わかんないってぐらい結構今元気がないんですけれども、単刀直入に言うと、お医者さんから、このままだと失明します。よって言われました。結構これ元気なくなるワードじゃない？やばってならない？今現状私左目が全体的にモザイクがかかっているみたいな感じで、ほとんど見えてない、見えてるけど全体的にモザイクがかかっている景色みたいなのが今私の左目が見えている視界なんですね。これはもう誰にでもあり得ることだと思うので、こういうことがありましたからみんな気をつけてくださいというのを代表して言いたいんですけれども、原因はコンタクトをつけたまま寝てしまったことなんですよ。遡ること1ヶ月ぐらい前なんですけれども、何回かコンタクトつけたまま間違えてそのまま外すのは忘れて寝ちゃったっていう日があって、でその後ぐらいからなんとなくちょっと目がかすむなとか、なんとなくちょっと視界がぼやけるなっていう時が時々あって、その時はなんかそんなに気に留めてなくて、スマホの見過ぎなのかなとか、編集とかさパソコンとかでしたりとかするから疲れ目とかで目がかすむみたいな、そういう感じなのかなと思ってあんまり気にしてなかったんですけれども、3日前ぐらいから急に視界がブワッと悪化して、あれみたいな、どん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 目が見えなくなってるっていうのが左目に発生してて、今日朝起きたら本当に視界に完全にモザイクがついてるみたいな、めっちゃわかりやすく言うと目がね完全に曇った状態みたいな、こういう歯の息が足りない、はーってした時にメガネが曇って全く見えなくなるみたいな状態あるじゃん。あの状態に近いぐらい左目が完全に曇って見えないぐらいの状態なのね。え、やばいやばいやばいと思って急いで病院に行ってきたんですけれども、コンタクトをつけたまま寝て、その次の日の朝にめちゃくちゃ乾燥してる状態でコンタクトつけたまま寝ちゃってたって、慌ててコンタクト朝外したんですよ。その時に一晩そのまま寝て乾燥して目とコンタクトが張り付いちゃってる状態だから、目の角膜と一緒にコンタクトを剥がしちゃったらしくて、自分で話しててすごく嫌な気持ちになった。で、上からコンタクトとかつけちゃってたから、どん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 それで膜が、目が痛い。話してて痛くなっちゃう。私結構なっちゃうタイプの人なの。その上からどん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 目に傷がついてて、今レンズが曇っている状態からさらにそこに直接目に傷が入っているっていう状態だったらしいんですよ。このままコンタクトをつけ続けると、モザイクの視界のまま視界が戻らなくて、多分失明っていう形になってしまう可能性が高くて、状況で言うともう本当にかなりひどいから、もう絶対にしばらくの間コンタクトをつけないで、まで結構強めに言われたんですよ。本当にさすがにもう私の場合は目があまりにも濁りすぎてて見えなくなったから急いで病院に行ったからよかったものの、中にはあ、めんちゃんダメもうめんちゃん、なんでいつもさ動画さ撮影してる時だけ悪さする、めんちゃん分かってるでしょ、もう今いけるみたいな分かってやってるでしょ、めんま動画撮っていいのか知らねえけどよ、うるせえんだよ話せ。このままだとさ視力なくなるかもしれないって言われて元気出てないんだよ今、大しけてよめんちゃん、うるせえ、お前の自己責任だろうがよ、おいおい、俺鼻つぶしたのか、おい、自分が一番愚かだってことは分かってる、本当に悲しい、ごめんごめん、おろそおろそおろそ、ごめんね。報告といたしましては、しばらく完全にコンタクトがつけれないメガネ生活が続きますっていうお知らせです。ただ動画によって取りためしてるものもあるから、全部が全部もうずっとメガネで出てるわけじゃないんですけれども、メガネの動画がこっから先多くなるっていうのだけご了承ください。え、なんで撮影なのにずっとメガネなのって多分思う方が多いと思うので、一応広告動画というか動画撮らせていただきました。コンタクトの使い方って本当に大事よねってマジで思った。このままだと失明しますよまで重い言葉をお医者さんから言われる日が来るって自分で思ってなかったというか、心のどこかで他人事だと思っていた自分がいたので、なんだろう、ショックというか、そんなやばいことになってたんですかっていう、いろいろな感情があって、とりあえず今元気がない。マジでみんな気をつけてください。コンタクトは早めに取りましょう。寝る直前じゃなくて寝る数時間前から取ってメガネになりましょう。教訓として皆様にお伝えした。いやもう分かりきってるよね、今更お前なんかに言われなくても分かってんだよって感じだと思う。私が愚かなんだ。万が一コンタクトをつけたまま寝てしまった時は、しっかり目薬とか入れて目を十分に潤わしてからとか、目に水分が行き渡った状態でコンタクトを取らないと、私のような
のに目の角膜をコンタクトと一緒に剥がしてしまうという、聞いただけでも耳の出て言葉が入ってくるだけでも恐ろしいことになり得てしまうので本当に気をつけてください。ちゃんと治療したらまだ治る段階だったらしいので、先生曰く治りが早かったら1週間から2週間でコンタクト OK になって、治らなかったらまあ1ヶ月以上かかるかもしれないけど様子を見てということなので、しっかりと先生のアドバイスを聞いて行動しようと思います。はい、っていう真面目な動画、真面目というか、まあ、事実として報告させていただきました。こっからはもう気持ちを切り替えて、元気が出ないのでご飯を食べます。今日一日仕事だったんだけどさ、全然食べる暇なくて、でもすごいお腹空いてるし、どうしようと思って、何食べようと思ってさ、美味しいもん食べたいけど夜遅いから今食べるのはちゃうかなと思って、とりあえずなんか甘いもん食べたいからアイス食べたいと思った。アイス食べたいなと思ってさ、今さパッとさ冷凍庫にあったピノを取ってきたんだけど、ピノは一番もうダントツで一番好きなのがアーモンド味で、次に好きなのがまあ普通のよくあるピノで、正直ピノの中で本当に申し訳ないけど好きじゃないのがチョコ味なんですよ。アーモンド味がのためにチョコアソートパックを買ってるのであって、チョコが入ってることに何の感情もなくこのアソートを買ってるんだからねっていうテンション感なのに、残りのピノがもう2個で、どっちもチョコとチョコなの。もうすごい嫌だ。チョコに失礼、ごめんね。チョコには本当に申し訳ないとは思うんだけど、せめて今日もさ、本当に今自業自得だけどこんなに元気がない日はアーモンド味が食べたかった。久しぶりに食べたら美味しい。あとなんかチョコ味を食べて心落ち着かせれば。視力めっちゃ悪いからさ、今日からコンタクト入れれない日々が続くってなると結構辛い。個人的にはすごくすごく悲しいわけですよ。でね、なんかさ、もうのなぜ今回このような愚かなことをしてしまったかというと、好きな人と一緒にいる時とかにギリギリまで悪あがきっていうのは分かってるんだけど、ちょっとでも1ミリでもブスじゃない状態の自分でいたいみたいなさ、そういう気持ちになっちゃうの。すっぴんになるけどコンタクトだけつけといてメガネですっぴんになる、すっぴんみたいな感じになるじゃん。それをちょっとでも長い間すっぴんっていう感じにはならないとこみたいな思っててさ、自分の中で。でもそれでさ、それをした結果がさ、寝る前にコンタクトつけ忘れてこれですよ。哀れーと思って、バカみたいと思って、みじめーってなって、今ねちょっとねやさぐれてるの。私しかも私もカラコンをさプロデュースさせてもらってる身で、カラコンの使い方を間違えてしまったというか、それを意図して間違えたわけじゃないけど、正しく使えることができなかったと思ったらなんか悲しいですよね。いろいろあって今すごい元気がないから、なんか食べる。その前にちょっとトロロと喋る。こんにちは、トロロです。最後挨拶して。こんにちは、トロロです。エミリンチャンネルに出るのは久しぶりね。ところで眠いのよ今私。できれば早めに寝かしてくれないかしら。でも聞いて、コンタクト禁止食らってさ、今辛いんだよ非常に。その点どのようにお考えですか、トロロ先生。自業自得ね。あなたの自業自得に付き合いたくないから、もう本当に寝たい。トロちゃん、自分が寝ることしか考えてないってことな。そうなの。ママの悩み聞いてよ。トロちゃんのさ、お悩みも聞くから、ママのお悩みも聞いてよ。トロちゃん眠いの。さっきから何回も言ってるじゃない、眠いわよ。眠いのにこうしてあなたの動画に出てあげているんだから、感謝してほしいわ。やしゅみ、トロちゃん、トロちゃん起きて。トロちゃんにだらがら見したことは本当に申し訳ないと思ってるけど、でも私今全然力入れてないのよ実は。トロちゃんが別に降りたいなと思ったら降りれるような状態にはしてるの。トロちゃんは今自分の意思でここにいるっていうことは、これはトロちゃんなりに私の心を励ましてくれてるってことなの、それとももう降りることすらめんどくさいの。降りる、降りるの。はい、行ってらっしゃい。すごい迷惑そうな顔された、ショック。めんじゃん、うるせえな、お前が悪いんだろうがよ。分かってるって言ってるじゃん。トロちゃんも文句言わないでよ。己の愚かさが悲しくなってしまったりとかさ、そんな自分が嫌になってしまう時ってあるじゃん、生きてたら。メンマにはないってこと？俺にはないんだよ。何でメンマ最近そんなオラオラしてるの？うるせえ、最近インスタ始めたからフォローしてくれよな。というわけでメンマでした。うるせえな、みんなチャンネル登録よろしくな。ママ最低だね。猫に勝手に喋らしてさ、インスタの告知をした上でチャンネル登録まで促すなんてマジ最低だね。ごめんねメンマ、謝るわ普通に。なんかどうしよう、お腹すいちゃった。気持ち的にはウーバーと飲みたいけど現実的じゃないな。とりあえずアールバンヨーグルト飲む。毎日アルバン飲んでたら免疫力がさ高くなってさ元気になるらしいよ。知らんけど諸説あり。だから私は今それを信じて毎日アルバンヨーグルト飲んでる。毎日って言ってもそれを始めたのは3日前だからまだ3日しか飲んでないんだけどね。
へけ。というわけで今本当に私の視力は大変にモザイクがかかっていて、本調子じゃなくて、しかも目が見えないとストレスもすごいし、日常生活でもうまくバランス感覚つかめなかったりとか、言うてさ右目は普通に見えてるのに片目がちゃんと見えてないだけで、こんなに日常生活って大変なんだってすごいなんか思い知らされて、体を大事にしようっていうそのレベルまで今達してる。一日眼帯つけて生活とかみんなやってみて、本当になんか難しい、こんなにってぐらい今ねなんかストレスが溜まってる。そして元気がない。だからマジでね、本当にしばらくのメガネ生活が結構、化粧とか普通にしていいからメガネしても自分が楽しくいられるように化粧の練習しようかなと思うけど難しいね。あ、今ちょっとだけ二重だ。でも取れちゃうんだよね多分。というわけで皆様元気を出して頑張りましょう。今すごいから元気です。だって今元気ないもん。もう本当にめちゃくちゃ元気ないもん。めちゃくちゃ元気ないもん。というわけで本当に元気に健やかにもりもりと滑らかにピリやかにこれからも生きていこうと思いますので、皆様改めて応援のほどよろしくお願いいたします。いつも応援してくださったりコメントをしてくださったり優しいメッセージを送ってくださる皆様本当にありがとうございます。普段あまり言えないんですけれども本当に助けられてます。もう弱ってるから急に感謝したす。ダメだ、ありがとうございますって頭下げたら平林先生に怒られちゃう。ありがとうございます。本当にいつもお世話になっております。平林でございます。歯を下げるな、歯のせい。というわけで以上です。ありがとうございました。バイバーイ。